が外国人にも対応した救急訓練です。日南市内ではクルーズ船の寄港で外国人観光客が増えていることから、消防署では8月に119番の受付訓練をして以来、新たな訓練です。日南市の国際交流員ヤンさんが急病人役で中国語と英語のみで話し訓練をします。英語の方は通じてないようです。はい、ちょっと通訳コンシェルジュをします。はい、訓練です。言語の対応が難しい場合は通訳コンシェルを介して隊員が対応をします。我的腰很痛。日南市消防本部によると、ここ近年外国人観光客の救急対応が4件、通訳コンシェルを使った救急が1件ありました。初めてコンシェルを使わせてもらったんですけど、やはり聞きたいことがやっぱ多いのでですね、複数回聞いてしまう関係で時間もかかってしまって、思ったよりもやっぱ大変でした。少しでも安心させられるような問診の仕方等を考えていきたいと思います。外国人向けの救急事案というのも数が増えてきているので、救急隊の方もそれに対応できるように万全を期して、その救急事案に取り組んでいくために訓練と頑張っていきたいと思います。日南に来られる方が安心して日南市を回れるように消防本部としても対応していきたいと思います。今後外国人の救急対応が増加する傾向があるとして、日南市消防署では毎年このような訓練を実施する計画です。